野の平定大義である。今宵は酔え。はっ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい、座れって。おい、はは。であればこれを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。しゃしゃりで打って身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な。ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きが、お主ら二人であればできよう。まさに二王のようにな。信長様は天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を討たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に恐報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったようだ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。